啊！スパツ X の NBC ナンバーと東西線形式をお送りいたします。今日はメンツ濃いですね。いつもより多めかもしれません。よろしくお願いします。マイクですけども聞こえておりますでしょうか。ありがとう。ルールちょっとまだ決まってないんで、キャラクターはまた後で聞きます。どうぞお願いします。
あ、ウリコンさん、はじめまして。はい、はい、あ、そうなんですか。あ、あ、ありがとうございます。配信内でやってるのはネモブランカとトモリュウですね。一撃国のトモくん、トモリュウが海外武者修行からちょっとだけ帰ってきました。武者修行ではないですね、ハリウッドデビューではないですね。今あの海外でお仕事をされてるようなので、マイク音が小さい、マイク音が小さい。あ、ゲーム音がでかいんだな。マイク音が小さい、マイク音が小さい。じゃあちょっと上げますね。ゲーム音どうかな。ゲーム音を下げる、下げますわ。ゲーム音を下げてみました。いかがでしょうか。こんな感じでマイク聞こえますか。マイクを上げてゲーム音を下げました。まだでかいかな。さあ、ともくんがノリノリですね。なんか他の地域に行ってから帰ってきた人ってみんな強くなってる気がするんですけど、気のせいですかね。はい、ありがとうございます。のまねこさんね、よさげ、あ、ありがとうございます。じゃあこれでいこうかなと思います。今日は東西線形式ですので、なんだ、あ、あと4人追加。ではチーム分けとかもありますので、エントリーすんでない方いらっしゃいませんか。大丈夫かな。書いた書いた書いた、顔わかる人は全員書いたかな。
うん、メンツが濃いですよ今日は。お、テさん来たね、珍しいね。X 向こうにもあるんで、よかったらやってください。さあ今日のルールどうしましょうかね。まだエントリーは受け付けております。いつも遅刻する人が多いので、エントリーまだまだどしどし受け付けております。今日はね、強い人いるから普通のルールでもいいかな。で、これある人が、おあ、全然 OK、 大丈夫大丈夫、うん、これね、僕ちょっとちょっと、なんかすごい人見てる、すごい人見てる、ピアーバルログが見てる、本物かしら。プエルトリコンバイソンって言って、トカゲの人、本物かしら、すごいな。 X やってほしいですね。と言っても、いやドキドキしますね。ここで世界最強バイソン見せる時が来ましたね。これさあ、X エントリーまだまだ受け付けておりますが、まあ今のところ増えてないですね。さあ東西線形式で行いますので、東西線形式のどうしようかな。こないだ考えてた、この間僕が考えてたルールでやっていこうかなと思います。キャラクターは1キャラ、1キャラかな、1キャラで21人、11対11、エボに選ばれる可能性がまだ残ってますからね。じゃあそれについてちょっと語りますか。ロッカーにあるんですけども、7月のエボリューション、
アメリカのエボリューションで、タイトルがもう発表になったんですけども、メインタイトルと、サブタイトルですね。サブの場所で行われるタイトルがまだ決まっておりません。で、プレイヤー投票によって決まるらしいんですね。で、それのプレイヤー投票を現在行っております。2017と、これをじゃあ、今貼っちゃいますね。これは格ゲーチェッカーだけども、これなんか寄付によって決まるのかな、なんかそんな感じだったと思うんですよ。さあ、来た、これ、格ゲーチェッカー、これね、今貼りますよ。新しいね、ウル2とかも発表になりましたので、こっから、ここですね、今貼りました。ここを見てください。で、これで投票してくださいという感じでございます。今のところ、アルカプがまあぶっちぎっておりますけども、キラーインスティンクトとかね、この辺ちょっと強いタイトルが多いですね。で、フライングパワーディスクに負けてますよ。フライングパワーディスクね、僕も見たい。見たいんだけど、まあ X は選ばれてほしいかなと思っております。あ、今コメント欄に貼った URL、 こちらを見てやってください。フライングパワーディスクね、くっそ面白いんだけど、ちょっとシンプルすぎるよね、あのゲーム。キャラさひどいし、キャラさというか強キャラが強いんですよね。で、まあアルカプかな、僕もアルカプ動画勢なのでアルカプは見たいんですけども、X はね、MAO さんが何回か言って盛り下げてしまったので、あれのせいで選ばれないかもしれない。まあそんな感じでございます。皆さんの協力にかかっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、まだエントリー受け付けて、あー、バイパーさん来た。お、デイヒー。さあ、のじ合いしてんのは、配信台はあれですね、バイパーホークとトモリュウ。トモくん久しぶりですよ。10連勝。さあ、もう海外にはホークいないでしょうからね。ダム台ぐらいしかホーク見たことないもんな。
さあというわけでもうそろそろじゃあ締め切っていきますか。今日はでもあったかいよね。さあバイパーピンチ。こっちの方がレアじゃない。いつもより 1.5 倍ぐらい多いですんで、多いので対戦内もちょっと不足気味ですね。さあそれでは締め切りますか。エントリー締め切っていいですかね。今のところ連絡もないし、じゃあ締め切っちゃいましょう。でじゃあ今日はメインキャラ1キャラの東西戦形式で行います。で、ルールなんですけども、この間ちょっと考えてたのがあったんでそれにしましょう。ちょっと待ちくださいね。
さあそれでは締め切っちゃいましょうかね。連絡もないですね。はーい、さあ友流やっと止まった。長かった13連勝。手前の台はどうなってんだ。ずっと座ってますけどね。草くんが止めたのかな。それじゃあ、そろそろチーム分けしていきましょうかね。といっても半ぐらいにならないと揃わないっぽいので、僕と鈴鹿さんで最初はグーじゃんけんほい。うわー、ワンピーツーピーですよ。ワンピーツーピーですよ。最初はそうですね、ツーピー。さあここね、さあ最初はグーじゃんけんほい。スキバイソン。可能性はここじゃないかな。で白、トモ。さあカマシム譲る。バイパー、ネモ。あ、ヒデ、シャル君かな。トネホンダ。おー、テッサン。千本。まあ、ピロシだな。ピロシ。あ、ハルキオ君は彼、あんまりやってない。で、ウニポンさんは北海道の残機使い、札幌で、まあ、結構かなり強いですね。で、この人は小岩勢なんですけど、普段 CPU 戦しかやってない割には強い。この2人がそう。まあそうでしょうね。いろはさんかな。いろはさんにしましょう。この2人セットにしたいですね。ああ、わかりました。あ、まだタコさんもいるから、タコさん。オッケー。あ、シャルのバイソンにしちゃったより。あ、じゃあバイパーさん、さあ少々お待ちくださーい。やったね、勝ったね、これ勝ったよ。
Thank you.
それでは皆さんの試合ストップしてください。の試合ストップでそろそろルール説明を行いますので、の試合この試合ラストでお願いします。チーム分けはもう終わっております。 1P 側のリーダーが2回転、 2P 側のリーダーが鈴鹿で、今日は東西線形式、真っ二つに分けての、はい、東西線形式でございます。で、先方だけ決めてください。で、その後先方が座って、先方の人負けました。さあ、その先方の人が自分のチームメンバー誰が出るか指名してください。そういう感じでいきましょう。いや、負けた人が指名、その場で指名。まあ、かぶせルールにちょっと近いですけども、バイパールールの逆ですね。はい、という感じなので、皆さんチームメンバーを覚えておいてほしいですね。こちらに紙出してありますので、よろしくお願いいたします。わあ、はい、それでは、1P 側まず読み上げていきます。 1P 側は、大画面の右側です。四季、白、ネモ、イロハ、破天荒、春清、シャル、千本、ピロシ、草、ユーズル、二回転、ニアです。OK? で、2P 側、トモ、タコ様、鈴鹿、カワシム、トレピー、ウニポン51、タタリンの残党、ノマネコ、セオ、テ、バイパー、ヒデ、トモさん、以上のメンバーが 2P 側となります。では今のうちに移動しておいてください。よろしくお願いします。で、チームメンバーに、チームリーダーですね、チームリーダー鈴鹿さんなんですけども、鈴鹿さんに自分が先方やりたいかどうかだけは言っといてください。じゃあ 1P 側、 1P 側、じゃあちょっと集めますよ。配信してる、うん、東西線、1P 側に四季さんがいるので 2P 側が頑張らないと大変ということで、大変なので頑張りましょう。あ、じゃあ始めていいですか。あ、じゃあ、1月28日の、イベント始めます。どうぞあのやってください。今日は、紅白戦形式で、一応 NVC ランバットの枠なので、ポイントが勝ったチームには漏れなく何ポイントかがつく。これやりましたね。これウニポンさん、あれ、これ北海道の方ですよね、多分お名前ね聞いたことある。いつもあの動画、
ね、北海道の札幌のゲーセンの動画とか上げてくださってる、残機の方だと思います。さあデガ飛ぶ。デガのリバーサジャンプはね2フレで浮くんでね、実際ありローキック、ローキック、どっかにね、どっかにこのダブラリをぶち当てたい。ジャンプで逃げる。さあお互い寄せつけ、上に逃げる。さあ形式はさっき多分話があったと思うんですが、この負けた方がね、負けた方が、勝った方が、負けた方がね、負けた方がまあかぶせで選べるっていう形なので、順番は先方だけ決まってて、その後はまだ決まってません。とりあえず先方戦。さあ、ミドル、北海道ですよね、ミドルとミドルが今勝ち合った感じの。さあ今日はなんか土曜日なのに人が多い、いいことです。ミドルキック。さあ画面端は近いが、サイコで脱出無理はしない。引っかかってしまって、さあしかしジャンプで逃げる。またしてもサイコ。さあ置き攻めはしない、いいですよ。さあうろうろ、あー引っかかってしまって、 いったか、環境に優しい。あーボディからデッドリーなんとか、デッドリーなんとかですね。空中投げデッドリーなんとか、確か空中技の空中投げの名前は確かデッドリーなんとか、デッドリーなんとか、俺も知りません。いや一個いろはさんをやる、いろはさん、なんかこういうなんかほら実況で喋れるかなと思ってね、技名ちょっと覚えたことあるんだけどね忘れちゃったこれと意外とこう技名覚えとくと、うん、技言うとそれっぽくなるから。まあ確かに、そう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 、ガイルは中川一、そうなんかあれもちゃんと、うん、カプコンが決めた名前で言う。あ、なるほど、中川一じゃなくて、チュンリー様もチュンリー様じゃなくて火炎衆、火炎衆、あ、かっこいい、そうそうそう、確かにかっこよさが増して、でしょう、いいね。ビヨって、おい、マリシング、まあ確定ダメージ取るには OK でしょ今のは。多分レバガチャ結構早かった感じだったんで、さあなぜかガイルじゃなくてダンディが遅い、うまい。ムエタイサマーはね一瞬おっと思ったよ。さあさあこれを踏まえてイロハさんがどう戦うか、ぐるぐる回ってちょっと様子見、コパンはいいですが、やばいやばい、さあまあ切り返す。これ S ガイルダンディってどうなんですかね。バックソバットができないので、はい、影の意がちょっと有効だと思います。あ、いいですね、はい、なるほど、バックスタブで、あとまああんまりスタブって使うことないんだけど、はい、スタブも一応ないからっていう感じはある。なるほど、いったー、スパコンが出なかったですね。そうですね、今のしゃがみヒット確認で台足でこかすっていうのも一つの手段でしたね今のは。そうですね、ただまあショーキックで飛んでたんでちょっと難しいかも、そのラウンドハウスがちょっと強いかもしれない。あ、うん、さあ相打ち取って、ここからどうなるんだ。さあ、うまい潰して、あ、環境に優しくない、優しくない、どうする、アントビバッチリ、あ、漏れたが、漏れたがまだ大丈夫、画面端には追いやってる。しかしここでこかされて、全然ガイルいけますからねこれね。そうですね、しっかりとジャクソニックで動かして対応するっていうところですかね。うっ、いやそれを意識ないんだなこれな。いやラウンドアーチでしたって、1ドットで十分、はい、1ドットで十分。さあ誰を出すんでしょうか、ね、間違いないですね。僕はないでしょう、ガイルだからね。そうですね、誰でしょうね、負けた人が選べれて新しいですね、かぶせですね。まあそうですね、あ、ヒデさん、この間の東大戦の動画僕久しぶりに見たんですけど、はい、ご活躍されてましたね。ありがとうございます、はい、すごかったですね。うん、上手かったです本当に。ありがとうございます。かなり集中力もその日はマックスに入ってて、バルログ戦練習してましたね。あ、してましたね。あれはね、見えました。ありがとうございます。対策があれは、あ、練習したなと思いましたもん。そう、ね、近藤さんとやった後に長谷川さんとやって、うん、でそれから東大戦出てって感じで、あれはね、練習感じた、うん、ね、バックジャンプ大キックのね、2段ね当たり判定が出るっていうね、強さ、あれをね出さない、生かさないとダメ本当に。あれね思った、
あとね、全然かこれ関係ないけど、あの、はい、チューブでほら、なんかいろんな動画上げてるじゃないですか、あ今。そうですね。あれで、真央さんとプリンスさんの動画が上がってまして、はい、あれめちゃくちゃ参考になりますよ。あれ、あの、しょっちゅう見てます。毎週必ず見るようにしてるんで。あれすごいいいですよね。あれね、プリさんすごいですよ本当に、ね、あれはねなんか対策って感じですよ ね, しましたね。なんかもう本当に王子様と呼ばれるだけあって動きが素晴らしい感じが、すごいですねあれね。さあテさんが F ガイルダルシムでちょっとダメージは取られているが、まあ有利なのは変わらないでしょう。うっ危ない、投げが通らない、2フレー現れ、前そばがあればね、そうですね、あれに対して一応ダメージ取れるんだけど、うんうん、これはね取れない。そうですね。サマー割っていってやることがない。そうですね、これはちょっと厳しいが頑張っていきたい。ソニックをねめちゃくちゃ打たなきゃいけない、あの抜けられるんだけどでも打たなきゃいけない、うん、うんうん、これガイルがあってソニックの硬直ってやっぱコパン振った後の方が硬直短くなる感じなんですかね。いやガイルは変わんない、変わんないんだ、うわー、ガイルは全部あの一緒、好きは。大キック出したところにインフェルノ焦られてテさんが勝利。エアスラも硬直全部一緒だよね、あれ違う、エアスラ一緒だよね、そうそうそういう感じ、エアスラも一緒、あ DJ もそうそうそう、じゃあ違うのは本当チュンリ、そうそうそう一緒でしょ、そうそうそう、S は長いらしい、知らなかった、硬直が長い、そう、まあまあピロシ、ピロシ、ピロシさん、まあ、だからガエルと DJ はあのどの、うん、大きさでも飛び道具は一緒。へえ、うん、じゃあヨガファイヤーも一緒、そうだった、あ、うん、ヨガも一緒、そうなんだ、そうそうそう、へえ、じゃあなんかそう考えるとチュンリーって恵まれてるんだね、なんか、まあね、コパンとか大パンとか振って硬直軽減とかあるから、まあ、ただあの大パン振らないと少なくならないから、まあそうなんですよね、コパンピピピピピから打つと長いっていうのがちょっとね痛いですね、あれですね。さあ出てくるのはピロシホンダ、ダルシムは殺し慣れてるでしょう、しかしなんでピオル、まあピロシさん結構サチ薄いとこあるんでかわいそう、ああいうことは割とありますよ。でもピロシさんね、でもスロットとかはねバッチリだと思うんですよおそらくさあこれはいやきついですね、冷静にあの体力負けててもしっかり、そうですね、さあテさんのダルシム対策ができていないと読んでの 1P 側のこのピロシさんの指名、うまい、正しかったかな、これは言ったか、あ瞬殺される。さあ、ホンダには誰を出すんですかね、これ誰指名するんだろうね、テさんはホンダはね乗らせると厄介ですよ、いろいろと。ヒデさんどっちなんですか。僕 2P らしいっす。あじゃあシキさんを、シキさんを倒してもらわないと。頑張りますね。さあここで、はいはい、野間猫さんだそうです。野間猫さん、野良猫さん、野間猫さん、野間猫さん、龍、うん、ですね。おいいですね、これは店長さんからの龍ですね。さあ、お岩対決激安地元同士面識ないと、なんと同じ小岩なのに面識がないこの2人。なんか新小岩とかね、小岩あたりでなんかゲーセンがあったらしいんだけど、ちょっと今なくなったのかな。あ、そうなんですね。ちょっと前になくなったみたいなことをどっかで聞いた気がします。さあなんだこの矢口まり状態は。あのわかんないだろうと思ってどんどん、そうっすね、やりに行きましたね。ホンダ戦は確かに分かってないと厳しい感はある。わかんねえだろって言ってどんどんなんかガンガンいってますね。さあ大足これはいいですね。うっ、あーいいですね、コパンから何もしてないのを確認してのおいちょ、ヘルヘルヘル、終わりましたね。うわピロシホンダが2連勝。どうすんの俺ホンダだからな。あトネトネピトネピーさんは今日ホンダ、ホンダっすよ。お俺行けって行けって。さあまあとりあえず倒さないとね。あれゆずる先生はどっちになったんですか。ゆずる先生はどっちになったんですか。何がチーム分かんない。 1P 今来たでしょ。 1P だった。えー
どっちが、あ、1P でいいの、左側に書かれてたけど、こっちは 2P、 え、うん、2P、こっち四季さんいるから、え、ダメだって、こっちに入っちゃう、そう、どこにいるの、あなたいらないこっちチームにはあなたいらないからこっちで、いや、まあさすがにこのチュンリーが負けたら出るんじゃないですか。さあ、あ、チュンリーが負けるなんてことはあってはならないですけど、いやでもなんかあのニーヤさんがヒデを殺す連携を言ってましたよ、考えたらしいですから、ティロスさんにもねちゃんと教えたと思うんで、その状況に行けるか、今火炎臭じゃなければ、あ、仕込んで違う今のいや、まあいいでしょ、さっきの状況、まあいいんじゃない、ね、うん、あれでなんか壊しまで入れて、そうみたいな、そう張り手ね、あ、そうか、張り手か、そう張り手、あのスピーバー確認で、まあもうちょっと押して張り手出すっていう、はいはいはい、あ、ボタンをちょっと3回ぐらい押しとく的な、いや、これはね全然ありですよ、運がいいだろ今、絶対違うだろ今、ナメプ出ましたよ今、終わったな、あ、心の、いや、これがヒデさんです、これがヒデさんです、なんかあのゆずるさんこっちにいるんだって、うん、まあいや一応言っとこうと思って、一応ね、もう出すの、一応言っとこうと思って、一応言っとこう、ピロシさんいいですね、まあ、一発勝負だと分かんないですよ、いやー、でもね、分かる、チュンリーは分かんないとか言えないっすよ、チュンリーは分かっていないといけないと思うけど、まあね、まあ、ダイヤで7以上ついてたら勝っては欲しい、そうっすね、いや 7どころじゃないと思うけど、さあ鈴鹿さんがもう出ちゃいましたけどね、これマジで危ないんじゃないですか、いやー、もったいないな、それ鈴鹿さん出るなら俺でいいな、さすがにダルシムの汎用性をね、そう考えてね、あのキャラの強さだけで言ったけど、あー、いや大丈夫、お、ガード、なんでガードできんの、なんでだろう、なんで若干大だったのか、大だったのかな、あるの、へえ、なんかよくわからないけどヒデさんが詳しい、へえ、ガードできるパンチがあるようですね、あ、しかし表から、いや、今のはなんか相打ち取れたかったね、うまい、さあ、すかす、あのね、お、すかすやつ、あの、もうあれセットプレーなんですよね、あのダルシムが画面端にいて、うん、あの中張り手で削ってその間合いから前ジャンプすると当たんない、あのチョップ当たんないんですね、あれもう2択なんですね、前ジャンプ許したら、あのホンダをやって気づきました、そうなんだ、そう、あれはねセットプレーなんです、あー危ない、ピロシガード引っかかってしまって、根性、いやさあ、どう、あと何、あんだ、ピヨシさんは 1P だからよく考えたら勝ってんじゃん、そうですよ俺そっちなぜかそっちのつもりだった、え、ウニポンさんいんの、マジで、ウニポンさんいたよ、嘘、いたいた、これ何年ぶりだ、10年ぐらいってないよ、あれいない、なんかさっきいたんだけど、マジで、びっくりだな、それいたいた、あ、いや、そこ、これとか言って、後ろにいる、後ろに、え、違う、まあ、いい、違う、まあ、いない、どっか行った、いない、はい、で、POMO ですね、
なんか日本にいなかったはずなのに帰ってきてるんですね。まあ一時帰国、帰国、旧正月ですか。なんかほら、そうかもしれない。そっち、あっちそういう感じじゃないですか。なんか春節、春節っていうか、そうそう、多分そうだと思いますよ。向こうがお休みなんだと思います。なんかでもゲーセンなくなっちゃうみたいな、外国の、そう、と現地の、そう、バーチャランドが、あ、ちょっと怪しいとかいうのは正月さんあたりが言ってたけど、いやー、おっと、惜しい、悪くはなかった。しかしファイヤーいいですね。竜が今竜有利です。ちょっと、いやー竜有利ちょっと今全然竜有利。うまいぞ、間に合うぞ。 TOMO さんやっぱこういう方が得意だと思うんで、作業する感じの、そうそう。あー減った、減りすぎちゃう。うわー、おいしい。悪くはなかったんですけど、ちゃんとトモさんが読み勝ちましたね。真空か何かで暴れる読みの垂直ジャンプだったんですけど、遅らせて、あー逆に、そう、逆にかぶせる。いや、ピロシと、トモ、トモ流です。はい、シロさんもいるんですけどね、今日ね。いますよね、今日どうしたんすか。なんかね、シキさんといい、シロさんといい、そうそう、全然勝てなかった、やったけどね、シキさんにね。いや、そらそうっすよ。でもね、あの、誰だか分かんないでなんとなくやってた時ね、あの、サガットでやったんすよ。だ、それは やばいです。いや、新世代 あのアロンアルファさんですから。お、サガットはね、意外と勝った。何使うんですかね、シャルさんはね。書いてあったけど、どっち。あ、バイソンですね、これね。もう最近バイソンなんですかね。 TOMO バイソン戦できますよ。まあできると思うんですけど、はい、まあシキさんとやってたんじゃないですか。できるやつですからね。出た、あの、アントビからの中ゴス、バイソン使いほぼ食らう説今ちゃんと、しかも中キックにしてたんじゃないかな。あ、なんかね、アントビからの中ゴス通るんですよね、わかんないけど。うまい、あー、やずらした、うまいぞ。お、今のめくり竜巻やばかったですね。完全に表から裏に行きましたね。いや、あの軌道わかんないんですよね。多分加工し始めで出すとあれになるんだけど。そうですね、うまいぞ。お、やばい、中ゴスピオって、やって、これはうおー、やってしまったよ。え、でもカバー、シャルさん、 TOMO はね、日本に戻らないですね、多分ね。この後また旅立ってしまいますね、多分ね、今だけだと思います。バケーションでございます。ホリデーですね。そう、はい、シロさん、マジで、お、シロ流とトモ流ですね。これは濃い。いや、これは懐かしいですよ。はい、あまりもう2010年代で見ない対戦ですからね。0年代ですね、これね、はい。さあ、しかしシロさんがこう目の前で台足空振ってるの、ちょっと珍しい感じがしますね、これちょっといや、多分あんまやってないと思うんですよね。これはね、温まってないさあ、しかし真空が溜まるとわからん気がするが、あ、これはあ、打っちゃう。いやー、でも分かんない、お気攻めが、これは相当分かんない。ワード、お、うまい。これはね、これはシロさんのやりたいことと手が追いついてないですね、これはおそらく頭ではね、多分イメージがあるんだと思うんですけど。さあ、しかし修正してきた白流に、これ修正してきましたね、明らかに。まあ、白さん、あの、鳥かご人間ですからね、うん、あ、踏み込みが増えてる。ここまでいくとさすがに
いけるんじゃないですか。もう手が勝手に覚えてる。さあ死ぬ気のダヤシ、うまい。おお下がってる。ストリートファイター 2X、 うまいからね、あれアップで大丈夫。ガードから踏み込む。さあ狩猟流どうする。ここからうまいガードしてるぞお互い。出ない、ちょっとさあ危なかったね。出ない出ない。さあ、あの地上は2ラウンド目で一気に戻ったんですけど、そうなると昇龍が違いましたね。お、さあ誰を出すんだ。二回転が出る。私自らが出る。ズクズ。さあ、二回転が出てくるぞ。投げて。いやこれはぜひぜひ、ま、ぜひ負けてほしい。なんでなんで。いやそれはやっぱりね。あのうまい。今動画に残らない人は勝たないと。仲持ちしてほしいってことですね。そういうことですね。さあシンク。なんかいい動きしてますねさっきから。さあこれ食らう説ね。いやあれは説ある。あれは別に実際ある。いや食らっていいと思いますよ。食らいとく。うん、だってしたためは残ってるから。それそこ。さあうまい鳥かご。どう抜ける。2回転抜けらんない、抜けらんない。トモハウス、トモハウス抜けられた。さあどうする。勝利。高いな今の、今の高いな。あれ高いんだ。高い高い。大丈夫そうに見えたけどな。 TOMO ハウスでしたね。セボさんは ベガ、ベガホーク、ベガかな。ホークじゃないの。ベガもなんか最近使ってますよ。あ、そうなの。ホークでした、すいません。あ、S じゃないんだ。いやでも千本さん、ハメはうまいですよね。そうですね、千本さんですね、これは。千本さんが西日暮里にいることは珍しいような気がしますね。あんまり、多分1年ぶりぐらいに会います。中野の人ですからね。大事。しかし TOMO といえばホーク戦ですからね。そうなんですか。かなりやってますよ。あのなんか結構ねバイパーさんとかとみっちりやってるところを僕何度か、目撃してるんで。焼き鳥さんとも結構やってましたよね、やってた時は。ホーク戦はねかなり対策されてると思います。うまい。うわーっと高い。まあ一回ね、一回投げちゃえばもう分かんないですからね、このゲーム。投げらんない。いい波動。あ、三角から真空がある。真空があるんでちょっとねやりづらい。さあ大志。さあ TOMO が強い。さあ僕まだ出てないからちょっとなんか強い人とやって一瞬で終わりそうだな。草さんいるんですか。草さんいますね。草さん。まあ多分伸び伸びやってる感じじゃないですか。久々に道やるみたいな、うん、久々に思い切り動けるみたいなありますよね。なるほどね、はい。さあしかしこの現代におけるこのチュンリーのねお願い戦列スタイルにどう対抗。お願い戦列スタイルなんですか。いやもう全員そうじゃないですか。草さんはさあ食らう。ほら甘い。
もうたまる、たま、ね、ゲージしか見てないからもう自分のゲージしか、ね、もう明らかに竜巻でたまるところでしたからね、あれ、ね、そうそうそう、あれ見てうまい、ゲンのスカリに踏み込んだぞ。でもこれ戦列だったら死にますからね。はい、通らなかった。 DOA も強いっすね。キサさんも最近やる気なんじゃないんですか、練習とかして。こう分かんないけど、いや基本的にやる気はあるんですけど、はい、まあ、こんな感じですね。さあ溜まったよ、溜まったよ、危ないよ。ピオルか。さあなんか一回真空食らったからちょっともう打てなくなった。アッパーが強い、背中蹴りもダメ。 TOA も強くない？強いね、強ない。え、リュウ止めるキャラいないの？いや、リュウ止めるキャラしか出てきてないんだけど、カワシムさんとかがいるんじゃない、わかんないけど。破天荒さんですね。破天荒さんいいシャツ着てますね。何ですか、ストリートファイターの部分しか見えない、キャラが見えない。あれなんか多分公式でカプコンが出したやつじゃないですか。なんかね、どっかとコラボしてちょっと前にそう出してた。いや、あのビームスかな、あ、なんかそんな感じ、なんかどっかのブランドと出してあったけど、ね、全キャラ高いんですよ、高い高い、6000いくらしたんで、6000するだからやめた。いいやと思っていいやと思った。あの3000くらいの買うんですけど、コタカッチはちゃんとガイル持ってるんでね。あれでも全部自作でしょ。え、あいつじゃないの。いやいや、あれはあれ勝手に、あれはあれでしょ。あ、そうなの、うん、あ、ナイキのあのなんかあの趣味の悪い金ピカのガイルって書いてある靴はあのナイキの自分のあの、はいはい、やつで注文で買うんですよ。まあナイキとかはそういうのはありますけどね。 TOM を TOM をどう隙がないな。あー、しかし破天荒さん前に歩くしかなかったですね、今のはね。もういや、そりゃそうっすよ、うん、陣取りですから。さあ、大島に言わない、アッパー前に歩かないとダメなんですね、多分ね、これね。さあ、竜巻が当たって踏み込み打ってしゃがんで、これはガードさせて抜ける。 TOM なんかいい動きしてる、完全にもうリラックスしてしますね、やってますね。いい踏み込み、出なかったか。おっと、助かってる助かってる。さあ、どう守りきる破天荒さん。あー、あれ、昇竜、お引っかかった、引っかかったのは多少運がいいね。えさあ飛んでいくが繋がらない。冷静。さあ追い詰めたが中足ピュンピュンが強い。飛んで空対空。さあファイヤーで追い返したい。ゲージも溜まる。昇竜、昇竜7連勝、7連勝だよ。どういうこと？今の昇竜はちょっと勝負師でしたね。ネモッチ呼んで、ネモッチ、ネモッチ呼んで。さあ非常に強い。いやもうこのまま DJ ステージで終わらせたいから頑張ってDJ ステージもいいステージですからね。そうっすね、スピードが安定してますから、うん、まあ、 あの動きはしないですね、はいはい、あの速さもそんなに、はい、ほどほどで、ほどほど。なんか後ろのスプライトいっぱいあるからなんか遅くなりそうなんですけどね、理屈で言ったら。いや、ドットの数だと思うんですよ、動いてるとかじゃなくて。そういうこと。そうだから、リューステージは後ろの全部が動いてるんで重たいだと思うんですよ。動いてるの人間だけなんで。なるほど。そう、あとなんかスーパーからだからプログラムとかに無理ないのかなって思って。あー、なんか昔のゲーム無茶なことして動かしてそうじゃないですか。いやでもこの頃はそうでもないんじゃないですか。あーっと、うまい、
美味しい。ここからめくりが当たる。いい、しっかりつなぐ。いい3ヒット。これはさすがに安定。これはさすがにとか言って、これ多分俺じゃない、次これ仮にねっていうもうが言ってしまったら、まあそうですね、ホンダとか、ホンダとかで P さんが借りて、ね、借りてばっかりこだわって負けるっていう、負けるっていうね、わかるわかる、まあぜひそうなってほしいですけど、さあ TOMO 頑張れ。なんかみんなだんだんやっぱり A4 化していくんですかね、動きがみんなね、そうなるんですかね、なんか挙動心なのが画面に出てくるんですよね。カクカクからなんか突然、はい、メリハリっていうんですかね、うまい。あー、つないだ、つないだのが超一番厄介。さあ、こっからは野生の神頼み。いや、いい動きしてますよ。でもネモさん使える。あ、まあ、進化した末にやっぱ、おー、マジで、いやー超痛い。あれやり込んでんな。最終的には中盤が強い。もう波動打たなくていいですからね、ほぼ。まあまあまあ、これは早い。これはこうなる。いい飛びだが後が続かない。うまい。いやー、 TOMO うまいぞ。さあ、どっかで空対空。ロケティアか。空対空ですね。安定ですよね、そこはね。強いぞ。あとは誰が残ってるのかちょっとよくわからないが、はい、セオッチは、セオッチはどっち。間違えた間違えた。え、チキさん先に。チキさん、さあここでレジェンド来ました、ね、都市伝説来ましたね、はい、シキバイソン。さあ、シキバイソンなのか NOR なのか。シキバイソンです。じゃがいもと一緒に。これ勝ったらシキバイソンですけど、負けたら NOR になっちゃう。リスクマッチじゃん。何のメリットもないでしょ、シキさんにそれ。いやいや、もうそう、なんかしょっちゅうそれで煽られてたイメージですけどね。負けたらじゃがいもってとんでもない話ですよ。はい。さあ、しかしこれは四季さんっぽい動き。いつでも いつでも有利な状況から動いてくる。いや、しかもヘッド、しかもヘッドで遅らせ、あれはガードさせてゴムか有利のヘッドですね。多分有利取れるから。うわー、ピヨル、うわー、減って高め。 TOMO なんだあれ、なんだあれ、 TOMO。 いやー、一瞬もう俺出るとこないよ、これのが、俺出るとこないよ、俺出るとこないよ。いやいや、ホンダなんか仕事じゃない。ないよ、出るとこないって。ホンダいいんだよ、ちょっとでもリードしたら、あのしゃがんでればいいんだから。バイパーさん、はい。いやー、バイパーさんか。ホークは困りますね。さあ、しかし TOMO が9、8だいぶ練習しましたね。8ですね。8。さあ、そしてホーク、これ四季さんホーク戦とか久しぶりじゃないですか多分。いやー、わかんないですよね。俺わかんないって、うん、さあ、なんか、あー、 あれをガードしちゃうと、四季さん、あーっとー、しかし右上中足から大大四季さんが雰囲気でフォークスをやってる。おわ、多分バイパーさんはゲージが欲しかったんだと思います。ショーパン、とりあえずショーパンでどっかで触って、うまい。あ、なんかそれっぽくなってきた動きが。まあ、前取ったら対空すればいいだけですからね。うん、やべえ、うわー、逃げる。お、
こっからのいけるか。いやひっくり返った、引っ掛けてアン、飛びよーっと大パン、さあ当たる、オアが刺さる、さあでも多分あ違うか、トマホークは一応透明からでも弱を出せれば、はい、引っかかるはず。これザンギがいきますね、ここでザンギが、次ザンギもいけるはずどうすればいけるんですかね。え、どういうこと、どうすればいけるザンギは。なんかあのコパンで、ショーパン振りながら、コパンで止めた後がパクっていうのは聞いたことあるんですよね。あとはもうじりじり前進ですよ。オアーが来ないと、オアーはガード、あとは前に歩いて詰める。え、だね、ポニムラになるしかないってこと。そう、もうオア、オア、オアー全部食らってるけどいや、それ立ってるからでしょ。前に歩きながらオアー全部食らってるよ。これもきついでしょ。だから勘でしゃがむんです。その勘を鍛えるっていう対策。どこまで歩けるかなーって。そう、おい、あとはそのあれに一歩貸しする前をザンギ側が分かってないと。コパンでね。そう、あらゆちの前あるもんね。そう、一歩勝ちの前って多分決まってるはずなんで。決まってます。あの近すぎると出ちゃうんで、ニョキって手が。そうそう、そういうやつ。でもショーパン振り続けてれば陰縫いになるんで、ザだからバイソンも、ね、そう下がれないんでっていうのは必要なんですよ。さあ止めて、しゃがガードにしても、うん、ガード以外はしゃがんで、いや画面、まあ、ラリアットでもいいけど。あー、画面端に全然近づけない式おーい、はい、いやー早かった。いやアッパーにしてた、まあ、ダブラリ出されてもそうっていうね。しかもラリアットにちゃんと勝つ前で出してた。まあこれが式さんですね。どうせラリアット出すだろう、だラリアット出させるクレイジーっすね。なんかちょっと遅かった気がするんで。ラリアットじゃないとお前は死ぬっていうことですね。ラリアットでも死ぬけどみたいな、うん、いやアッパーなんでしゃがんでれば。ああそうか、あでも無敵。いやー終わったし、終わった瞬間に投げてもしゃがみショーパンでもなんでも入る。キャミーはどうだ。キャミーはわかん、キャミーはまだわかんなくてもなんとかなるんじゃないですか。キャミーのキャラが弱いっていうね。そうなんですよ。そう、純粋にこの、ただそれでもキャミー的にはいける方っていういける方だと思いたいですけどね。めくりが、いやホンダとかよりはいいんじゃないですか。めくりがわかんないんでね、バイソン側がね。そうそう、だからめくっちゃえばいいんだけど。そうそうそう、めくれないんだよね。そうなんですよ。そう、フーリガン当てる以外のめくり方法がない。いや、なんで、あ、だからどうにかしてアローを引っ掛けたり、歩いてキャノンにしたり。あれね、悲しいながら壊し連打全然勝てないんですよね。いや、ダメじゃないですか。全然ダメです。あの壊し暗い判定めっちゃあるんで。まずタッショーパンの方がいいんじゃない。あのエスキャミーはね、壊し連打強いんですけどあのエスキャミーはあの S 流みたいな感じなんですよ、判定が。あ、はい、お、ついにピーモンドがいきます。さあ、いきなり見てから切られる。さあ、と遠距離で、いやー結構持ってったけど、いやバイソン側が遠距離で体力持ってけるのはやばいですよね。さあ、もうリードしたら出さない。さ
さ、なんか今のはグランドクレイジーっぽい。あれはあれはきっとあれだ。多分立ったまま下ダメをやってますね。もうリードしたらそれで待つのがかなり鉄板なはず。お、当たる。さあガードが硬い。いや引っかかる。運が悪いぞこれは。さあ垂直に反応。さあアッパー引っかかっちゃう。さてですよねー、ですよねー。さあ友田さん、今何対何ぐらい？あの向こうがあとは四季さんと新谷さんなんで、はい、もうこれ以上友田さんは取っとく意味はないと判断しました。よし、あと俺でしょ。ゆずるくんこっち？そうだよ。え、ずる。え、何勝ち、何後から来て。いやだから俺ワンピーって言ったじゃん。後から来て勝ち馬に乗るなんてずるいじゃないですか。2Pだと思ってたって言ったじゃん。ずるい。え、2Pは誰がいいの？ 2Pは、友田さんと川島さんと瀬尾さんです。いやーやだなそれ。まあ、それもう、まあ、どっちにしても、まあ、ここは友田さんだと思ったんですね。まあそう、そうなのかな。 DJ とだって本田だよ。あとそうかな、うん。さあガード。いやーヘッド出しちゃう、まあ、全部きついんですけど。逆にもう次は私ですね。いやー どうなんだろう。いやチュンリー誰倒すのだって。四季さん。四季さん なりますよ。こっから四季さんが負けない。まあその感じでお願いするしか。あーっと追い詰めた。しかしおっといった。これは投げ返す、投げ返すか仕込み。投げ受け身が入ってるぞ。これはうまい。あアッパーでくぐって後ろから対空したかったんですけど、ちょっとだけ反応が遅れ。あー刺さるよ。最高マジックできんの？できんの？バイソンに。あーこれはうまい。え、ガードした。あーコパンで割る。最高。頑張った。いやー やりましたね。やったやった、終わった。いやー頑張った。いや前世紀はあのユーベガさんをしこらせた あの男。さあここでゆずるさんが出る。ワンピー側はゆずるさんとニーヤさんが残っており、あー生きてる。させよ。どうする。友田さんがいい動きをしているが、体力かかっているのはゆずる。中盤冷静。ゼロドットはどうなの。投げ返す。さあ上行く。投げる。強気だなおい。強気強気。これはゆずるさんの特有のもうちょっと割と吹っ切れ気味の動きですね。さあ追い込んだ。川島さんか瀬尾さんですけどどっちですかね。まあね、まああと DJ と、あ残りが DJ ホンダで、こちらがダルシムチュンリーなんで、まあこの順番でしょうね。
ました。ゆうずるさんは 2-on-2 だとかなりの勝率を発揮するんですが、こういった場面ではどうなのか。ファイヤーファイヤー、まあ、実際ファイヤー主体なのが投げる。フレイムは飛び越えてきたが後に続かない。さあうまい、見てから対応。中足危険な前では様子見。ファイヤー、安全なファイヤー、ジャックファイヤー強い、ジャックファイヤーが強い。さあ譲る、どこで前に飛ぶ。スライディングが刺さって思っているがゲーダン暴れる。さあスパコンの前までは持ってったが大キック、飛んで飛んで裏から刺さるピオール、これは死んだ。ユズルが取り返して、大パンファイヤー飛んでいるが終盤で暴れた。中キックで対空、しかしダルシムの体力もだいぶ取ってるな。果たしても投げる、一応割られるらしいんですけどね、あの投げ。さあいい歩き、いい歩きを見せたがカワシムさんもその分下がった。ファイヤーファイヤー、きついきついですね。さあこれ秩序、ファー大パンの、あとは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 先頭上がりですごい眠そうなニアさんですけど、あ先頭上がりね、2ラウンド目のファイアーだいぶきつかったですねあれね。そうです ね、なんかあのやり方を覚えてないんでいやだいぶ、はい、だいぶ抜けにくそうなファイアーを打たれてました。そうですね、はい、まあ、あのもうちょっと早くからみんなああやってやってくればよかったんですけどようやく気づいた、はい、なぜ、あーっとなぜ誰も博士さんを参考にしないっていう。いやーでもね、ニアさんはやってくれますよ、やってくれる男ですからね、はい、うまい。しかし逃げる、全くわからないですねこの組み合わせに関しては。あーっとほらわかんない、わかんないよ、削り切った。まずは危ない、超歩いてまたしても歩く。あ、スカル、スカス、あれスカルんですね。そしてピオル、あ、掴みに行って逃げれない。いや、早い、ほんとうまいなセオスさん、対照戦ですか。 もともと疎通分かってるのにここに来てセットプレーを覚え、あの研究しだして非常に手強くなっているという、そういう感じですよね。さあ対照戦、なんかなんだかんだ言っていい試合になってますね。対照同士でしょ、対照同士。さあちょっと半年前ぐらいはね、まだなんか本田戦詰めてないのかなって思ってたんですけど、はい、もうだいぶきつくなってきてると思います。さあしかしあおっと、なんだ今の、お捕まえてどっち、前ジャンプ、前ジャンプ、前ジャンプ、当たんないの、当たんないのあれ、マジどういうこと、嘘でしょ。これはカプコンですよね、カプコン案件。まあ天章とかそういう読みで、何もしない読みでも前ジャンプしたとは思うんですけど、はい、あとはあれはカプコン案件、もしかしたら100巻も抜けるかもしれない、前ジャンプ抜けるかもしれないですよね、うん、張り手かな、いや張り手も分かんないな、やだそんなやりたくないわ。抜ける、これは読んでるぞ、どっちだ、ニーヤーがガードしてテンションまだ出す、引っかかる。さあ引っ掛けて、しかし瀬尾さんまだここから試合作る気満々ですからね。うーガードしてんの、なんでガードしてんの、なになに、カプコンにお電話です、ね、今の背中蹴りは完全に電話、ちょっと瀬尾さんテストプレイヤーでカプコン行ってもらった方がいいですよね。
うまい、コパン。さあ、いろいろ変なことが起きすぎ。さあ、画面味が近いが、瀬尾さん、ここからもうさばく気満々。しっかり落とす、拾う。あれ、拾えんだ。拾うの本当うまいですよね、瀬尾さんね。うまい、うまい。ああ、やったぜ。終わってしまった。やったぜ、勝った勝った。瀬尾さんありがとう。瀬尾スーピーが勝利です、はい、瀬尾さんと TOMO さんがね。いや、これは TOMO に負けた人が反省会ですね。いや、結構いるよ。いやいや、完全にそうでしょ。ということで、はい、今回のイベントは、普通に東西戦をやったということで。そうですね、はい、で勝ったチームに3ポイントだっけ。5じゃない、5ポイントね。負けたら2かな。参加賞だけね。さあ、はい、ということでございます。さあ、ダルシム戦でもやろうかな。でもね、カーシムさんとかね、残機で入ってくるからできないんですよ。カーシムさん、カーシムさん、ゆずるさんがね、あの、俺が DJ やってる時残機使うなって。ダルシムでやってって、ちゃんと本気でやってって。うん、そうね、これ多分作戦ですね。出し惜しみしないでってことね。そうそうそう、ちゃんと高め合った上で、はい、まあ、言ったらやってくれるんですけど、高め合った上で大会に臨みたいってこと。そうそう、お互い大体残儀になって。そうね。さあ、なんか今日珍しい人と遠征の人とすごい、ほら、いましたよ。あ、ユニコーンさんですよ。元気です。もう10年ぐらい経っちゃいますかね、多分。だって41で、あの、あれなんですよ、ハイパーの投撃の日に俺北海道行って。そんな、いや、な、な、な、Now is casual, casual, casual game. OK。 あ、大会中はあの、クレジット 入るけど、普通のゲームの時は50円にくれてやってますよ。はい、さあ、お、これはね、これはあの、カワシムさんのダルシムと、タコ様、タコ様のザンギーは今やってますね。はい、
Higher!
Round 1, fight!
Yeah.
Get down!
Thank you.
Round 2, fight!
Hold on higher.
Round one, fight!
Higher!
Thank you.
Thank you.
それではそろそろ配信ストップいたします。皆様ご視聴本当にありがとうございました。それではまた来週、失礼します。